こんにちは。このビデオではリセットリリースインテル FPGA IP という IP をすべてのインテルストラティックス10とインテルアジレックスのデザインで実装する重要性についてお話しします。こちらが本日のビデオのアジェンダです。 はじめに、Intel Stratix 10と Intel Agilex デバイスのコンフィグレーション方法のバックグラウンド。次に、FPGA がコンフィグレーションされてユーザーモードに入るときのデザインへの影響。最後に、リセットリリース Intel FPGA IP とそのインスタンス化の方法についてお話しします。 Intel Stratix 10と Intel Agilex FPGA は、セキュアデバイスマネージャーを介してコンフィグレーションされます。SDM は、マイクロプロセッサーのブロックです。堅牢で安全、そして完全認証されたコンフィグレーションスキームを提供します。SDM は、FPGA のそれぞれのセクターにコンフィグレーションデータを送信します。各セクターには、マイクロプロセッサーがあり、 各セクターのコンフィグレーションを最小限に抑えます。セクターのコンフィグレーションは疑似シリアル方式で行われます。各セクターは互いに非同期でコンフィグレーションを開始します。そのため、セクター全体が完全にコンフィグレーションされる前に、セクターのそれぞれの領域がユーザーモードに入ります。これによってデザインで意図された初期状態が一時的な状態になります。これは セクターの一部が動作した後に、セクター全体がコンフィグレーションされるためです。この説明をデザインにさらに関連づけるために、ステートマシンを例に挙げます。ステートマシンの正しい動作を保証するためには、ファブリック全体がユーザーモードに入るまで、リセットロジックは FPGA ファブリックをリセット状態に保つ必要があります。このワンホットのステートマシンのデザインは、初期状態に入るレジスターに依存します。 適切にリセットが行われなければデバイスの一部がアクティブになった時にこのステートマシンは動作を開始しますステートマシンに含まれる近くのロジックは凍結されていますアクティブなセクションのレジスター B は動作しており次のクロックサイクルでレジスター A の値を引き継ぎますレジスター A はまだ凍結のセクションにありクロックエッジには応答しません レジスター A は、現在の状態で維持されます。ここではファブリック全体がユーザーモードになりましたステートマシンはワンホットのステートマシンに2つの位置がある不正なまたは不明な状態に入りますこの不正な状態を防ぐにはリセットリリース IP を使用して回路をリセット状態に保ちますこれは、 イニットダウンがアサートされて、ファブリック全体がユーザーモードに入ったことを示すまで行います。PLL を備えたデザインでは、PLL ロック信号を頻繁に使用していました。PLL がロックされるまでカスタム FPGA ロジックをリセット状態に保つためです。より新しい Intel のデバイスファミリーでは、PLL のロック時間はコンフィグレーション時間よりも短い場合があります。そのため、 図で示してある通り、リセットリリース IP の N ユニット段で PLL リセット入力をゲーティングする必要があります。これは PLL のロック出力を使用して Intel Stratix 10または Intel Agilex デバイスのリセットを制御する場合に行います。もう一つの方法は、リセットリリース IP の N ユニット段信号で PLL ロック出力をゲーティングすることです。これは、 TLL ロックをリセットシーケンスで使用している場合に行います。レジスターの初期条件が指定されていない場合、ソフトウェアツールにより初期条件としてレジスターにゼロが割り当てられます。レジスターの初期条件は、ご覧の通り、VHDL と Verilog の例を使用して設定できます。ただし、Intel Stratix テンと Intel Agilex デバイスのコンフィギュレーションプロセスの性質を考えると、レジスターの初期条件には依存せず、リセットネットワークに依存して、目的の初期条件を維持することをお勧めします。通常、デザインをシミュレートするときは、初期化されていない信号の X 電波に依存して、正しく機能するリセットネットワークを確保することをお勧めします。電源投入時の初期化をディスエーブルするには、 Intel Quartus Prime 開発ソフトウェアプロエディショ i n のアサイメンツメニューに移動します。そして、デバイス、デバイスピンオプションズ、コンフィグレーションの順に選択して、ディスエーブルレジスターパワーアップイニシャライゼーションのチェックボックスを選択します。最後は、リセットリリース IP のインスタンス化についてです。インスタンス化の実行はとても簡単です。まず、 IP カタログでリセットリリース Intel FPGAIP を検索します。IP を作成するプロセスを実行するには、インターフェースをリセットインターフェースまたはコンジットインターフェースのいずれかを選択してから IP をインスタンス化します。この HDL コードで示しているのはリセットリリース IP インスタンス化のいくつかの例です。 こちらは PLL でインスタンス化されたリセットリリース IP の例です。左側の例では FPGA が完全にコンフィグレーションされるまで PLL をリセット状態に保つリセットリリース IP を示しています。PLL のロック信号はリセット入力でオアエンジャンされます。これは PLL をもう一度ロックする必要がある場合、または ユーザーがデザインをリセットすることを決めた場合に FPGA のデザインがリセットされるようにするためです。右側の例でのコンフィグレーションはわずかに異なります。ここでは入力リセットが FPGA で実行されているデザインとともに PLL をリセットします。こちらは一つ前のベリログでもご紹介したものと同じインスタンス化の VHDL におけるいくつかの例です。ここでもまた 左側の例は、FPGA が完全にコンフィギュレーションされるまで、PLL をリセット状態に保つリセットリリース IP を示しています。PLL のロック信号は、リセット入力で OR 演算されます。これは、PLL をもう一度ロックする必要がある場合、または、ユーザーがデザインをリセットすることを決めた場合に、FPGA のデザインがリセットされるようにするためです。 右側の例でのコンフィグレーションはわずかに異なります。ここでは入力リセットが FPGA で実行されているデザインとともに PLL をリセットします。以上、バックグラウンドとデザインへの影響、そしてリセットリリース IP とそのインスタンス化についてご紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。